ミズハ。私の告白、どうだった？まあ、そりゃ、めちゃくちゃ嬉しかった。優勝商品の命令券は、そのうち使わせてもらうね。お手柔らかに頼む。ミズハ、ごめん。先に謝っておく。ミズハ、お前がラブレターの差出人だったんだな。見つかっちゃった。私がラブレターをあそこに置いたの。私の気持ちが届けばいいと思って。でも、同時に怖くもあった。兄さんに気持ちを伝えるのが。今まで通り、仲のいい兄弟でいられなくなるのが怖かった。好きな男の子に、私だけを見て欲しかったのかもね。ね、兄さん。私たちは兄弟だから、恋愛感情を抱くのは間違ってる？ああ、間違ってると思う。間違ってなんかないよ。みずほ？兄さん、私と兄さんは同い年の兄弟だよね。ん？ああ、うん。兄さんの誕生日はいつだっけ？10月11日？だよね。私は3月3日生まれ。ん？おかしいと思わない？たったの5ヶ月しか誕生日が離れてないなんて。兄さん。ん？私も先に謝っておくね。え？間違ってなんかないよ。私の兄さんに対する気持ちは何一つ間違ってなんかない。私と兄さんは本当の兄弟じゃないんだから。